豪雨の浸水被害を減らそうと、竹与市で新たな排水機場の建設が始まり、関係者が工事の安全を祈願しました。竹与市など六角川流域では、2019年8月の記録的な豪雨で川への排水が追いつかずに水があふれる内水氾濫が起こり、大規模な浸水被害が発生しました。県は被害を減らすため、 水を河川に送り込む排水機場を新たに竹尾市北潟町に建設する計画を進め。今日は関係者およそ50人が工事の安全を祈願しました。六角川と支流の広田川の合流地点付近にあるこの排水機場には5基のポンプが設置され、1秒間に5トンの水を排水できるということです。稼働すればこの北方地区。 浸水被害のの軽減に大きく貢献すするもと思っておりま県内に新たに排水機場が設置されるのはおよそ10年ぶりで総事業費およそ18億円のうち55%は国が残りは県が負担するということで2024年度中の完成を予定しています